はい、こんにちは、シューカードの田中です。これは何でしょう。はい、これはですね、三代豊国の、これは東海道五十三次の地籍といってね、まあシリーズも作るのにですね、江戸時代というのは何だかんだとシリーズ作るんですね。大体まあ典型的には源氏五十四条、源氏物語の物語に沿ったものとか、あと東海道五十三次、あとはまあ四季、四つの四季とか月ごとの十二ヶ月とか、あるいは雪月花とか、まあ、なんかそのそういうその何かシリーズ的なものをなぞらえて、なんか作ると、まあ例えば何ですかね、江戸百景ってありますよね、広重の。それから富岳は36景、まあそんな感じで数字というのをいろいろ使って、シリーズ本というのがございます。まあ三代豊国はね、浮世の中で一番あるやつですね。この拡大すると、このなんかビールの泡みたいなのがついてますね。あのなんだっけ、サントリーの本社かなんかにの屋上にあるのと似たようなやつがね、ああいうこういうのがついてるのが三代豊国の落下の特徴です。なんでビールの泡になったのか僕もよく知りませんけど、三代というのはこの特徴になってますね。はい、ということで、こういう浮世絵についてお問い合わせありましたら、ごめんな、ありがとう。うちにいるいつも骨董の番号か、このラインの QR コードを使ってください。はい、ありがとうございました。